ほら本日は平日の朝の夫婦のゲットレディーズミーでございます。こういう試みが初めてなのでぜひお手柔らかにお願いします。さっき起きました。2分前ぐらいに。で今日はまさかの平日の朝なのに、私の家族がなんか家を見学しにやってくるっていう、しかもその時に水道工事もかぶってるっていう、なんかすごい、しかも9時から9時半ぐらいに来るんですけど、今もう8時過ぎなのでもういつもより時間がない。はい、とりあえず顔を洗いました。ちなみにめっちゃお気に入りの朝洗顔がこいつなんですけど、このパンダちゃん、このパンダちゃんもう突っ張らないしうるさそう、突っ張らないしめっちゃいいです。おはようございます。ゲットレディーウィズミーってこれで合ってるんですかね。はい、ということで、私でも朝は弱い、強いんですよ。だいぶ声がしゃがれてる。私はくせ毛です。だいぶだから朝はこんな、ほんとウルトラマンの母っていつも旦那さんに呼ばれてるんですけど、あ、ちょっと座りますね。ちょっと貧血気味なので、あー、どこしよう。で、こっからやっていきたいと思います。 Get ready with me with me あ、with me か。今日はセイナと一緒に撮影の日なんですね。でちょっとまだ旦那さんが寝てるので静かな声でやりたいと思います。なんか顔ベッタベタじゃん。はい、私が一番朝起きて一番にすることは歯磨きです。血圧めっちゃ低いんですよ、私。下が40とか、44とかで、上が86とかなんですけど、だから朝は全然すぐ起きれるんだけど、パタって倒れちゃう。なんかこう椅子に座って歯磨きをします。おばあ、やばい、時間がない。あいつも元気だよ。本当に笑い方にもう似てきちゃった。はい、ということでお水を飲みます。お水というか、私が最近朝ハマってるのはじゃん、イオンウォーター。めちゃ飲んでる。あと出るまで2時間ぐらいしかないんですね。あ、そう、あと出るまで2時間40分あるわ。今日の動画も撮らないといけないので、今日の動画を早速撮っていきたい。あ、嘘、健康とかちょっと書いていきたいと思います。化粧は私は基本
まだしません。でも出る直前にもしない。馴染むのがだいたい3時間前って言われてるの、人に会う。なんか昔高校生の時ぐらいに、そのモデルの撮影で、何、ヘアメイクさんに3時間前にやるとちょうど馴染むよみたいに言っていただいて、まあ、その時 その何メイクのさ、メイク製品の技術とさ今全然違うのかもしれないけどさ、私はそれを高校生だったからすごいずっと覚えてて、で今もそれをずっと信念、もう10年以上15年ぐらい経ってるのに、それをずっと心に置いて、3時間前、人に会う3時間前に化粧を終えるっていうことをしてます。で今日は12時半から何会うので、3時間半、3時間前でしょ、ちょっと分かんないけど、9時半、え、9時半にはやらないといけないですね。まあもう少しです。一旦動画のチェックします。ご飯を食べる時間がなかったんですけど、水道業者さんが来ちゃったので、後で回せたら回します。早めに起きた理由、目覚めちゃった。はい、水道工事が終わりました。1時間もかかんなかった気がする。今からちょっと髪を巻いて最初こんな感じです。ちょっともう宿毛矯正が、裏は効果はそんなに感じないで感じるけど、最初よりはだいぶ落ち着いた。巻いてきます。食べてていいですよ。なんかね、美味しくないかも。そんなこと、いや、肉がマジでちょっと食べてみてほしい。なんかさ、なんかパサパサとかとなんかさ違う、なんかモニュモニュしてない？なんかまだ気持ち食べてる。もしもし、はい、ついちゃう？ Get ready with me でした。さようなら。はい、ということで、準備が整いました。お気に入りの今日はワンピースを着て、ハーフアップにしました。はい、それでは今からちょっと本当に時間がないんですけど、動画をパパッと撮って、このまま普通にセイナと撮影しに行きたいと思います。あ、なんか顔ベタベタしてる。それでは Get ready with me! じゃあねー。